きまして両選手の国歌をお聞きいただきます。恐れ入りますが、ご来場の皆様はご起立の上国旗をご覧ください。ご着席ください。本日のメインイベント、ワールドタイトル無差別級決勝戦5分3ラウンドを行います。青コーナー181センチ、99キログラム、リングスオーストラリア、クリストファー・ヘイズマン。赤コーナー182センチ、 103.7キログラム、リグスロシア、エメリア・エンコ・ヒョナリン。リングスラストマッチです。アブソリュート級王者決定トーナメントの決勝戦、エメリア・エンコ・ヒョードル対クリストファー・ヘイズマン、リングスロシアとリングスオーストラリアの激突であります。さあ熊本さん、はい、この試合だけになりました。はい、そうですね、まず、優先なのはですね、やはりヒョードルだと思うんですけども、はい、ヘイズマンもですね、序盤のですね、その瞬発力ですね、はい、それは大変な力を持ってますので、勝負かけるのからも1ラウンドですね。はい、さあ試合開始です。おっと、左やった、左が行っています。ヒョードルの開き、左が炸裂しました。すごい手でしたね。いいタイミングです。ヒョードルは寝技系の選手ですけど、パンチの当て感も最高なんですよね。現在のヘビー級王者エメリア・エンコ・ヒョードル、これを取ればヘビー級と無差別両タイトルです。身を振っていった、これはかいくぐった。ヘイズマンがタックルに行きます。しかし、うんと、このパワーもすごいんです。打撃系、それからグラウンド、そしてパワーを取っても、おお、ヘイズマンがバックを取りました。投げ打ちます。ヘイズマンは1回戦グローブコバを判定に下しました。セミファイナル、エギリウス・バラビーチェスを、腕十字に下しました。一方のヒョードルは1回戦柳沢を腕十字、セミファイナルハスデルをネックロックに下しています。そしてこの決勝トーナメント、勝った方が無差別のチャンピオン。リングスで著しく成長を見せましたクリストファー・ヘイズマン、腕十字は止まりましたね。軽くついていきます。早い目まぐるしい展開になっています。第1ラウンド、ボディブロヘイズマン分かってますからね、自分が入ってるファイターだということですね。振り返しましたけれども、はい、振り切られました。左から右、さあパンチだパンチだ、タックルいった。今入ったんじゃないですか、結構そうですね、強く入ってますよね。このあと首取ってます、首取ってます。このパワーです。このパワーでヘビー級を制しました。そして技ももちろんそれに伴っています。動きをまた始めましたクリストファー・ヘイズマン。ヘイズマンはリングスには95年8月 NK ホールでミーシャ相手にデビューを飾りました。前から取っているエメリア・エンコ・ヒョードル、ヒョードルは2000年の12月22日あのヒカルド・アローナさん KOK トーナメントでデビューを飾りました。次のダウン、次のロープエスケープで負けとなります。もうそこまで来ました、追い込まれています。
あっという間に行われました。もうダウンもエスケープもできません。エズマ終わった。さあ膝を取ることができるか。できません。はあ、切られましたね。まだ組みついています。きついですね。もうエスケープもできません。ヒョードルはもう抜群のボディバランス持ってますからね、リングスロシアエメリアエンコヒョードル、かけれなしに強い選手です。アブソリュート無差別のチャンピオンも手に入れるのか。あーフロントからネックロックが抜けた。抜けた。危ない危ない危ない。バランスを崩しました。プロダウンドラムさんがさあ3打だ。試合が終わりました。圧倒的でしたね。エメリアエンコヒョードル2冠達成です。ヘビー級そしてアブソリュート級無差別のタイトルであります。ポイントアウトでエメリアエンコヒョードル選手の勝ちでございます。なんと強い選手でしょう。最後このリングスの戦いを締めくくったのはリングスロシアエメリアエンコヒョードルでありました。やっぱりこの男が来たかった感じですね、まさに今ちょっと私触れましたけども、かけ根なし強いですね。強いですね本当に。リングス史上の10年の史上からでも最強なんじゃないですか。そうですね、願わくはもっと早く見たかったですね。そうですね。まだ若いんですよこの人。25歳なんですね、はい、25。いやー11年に及ぶこのリングスの中でもまあトップクラスですね、間違いなく ね、はい、3本の指に入る実力者。このヘイズマンもよくそこまで伸びてきたんですけれども、跳ね返されました。ワールドタイトル無差別級優勝は、エメリア・エンコ・ヒョードル選手に決定いたしました。改めて勝利者コールを受けていますエメリア・エンコ・ヒョードル。引き続き表彰式を行います。準備が整うまでしばらくお待ちください。なお表彰式Радость большое, удовлетворение большое. Спасибо. Я всегда чувствовал их поддержку, их тепло, как они болели и поддерживали меня. Я на этом не буду заканчивать свою спортивную карьеру и надеюсь буду радовать их и дальше. Конечно, хотелось бы встречаться с элитой бойцов.